こんにちは。こんにちは。スゴロクヤニュース2023秋冬号さんまして、はい、はい、ここの秋から冬にかけてのスゴロクヤのいろいろなトピックをお伝えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、スゴロクヤの萩野屋とスゴロクヤの義母です。で、お送りしていきます。はい、はい、ではもう早速話すことが盛りだくさんなので本題に入っちゃおうかなと思うんですが、いきましょう。はい、一つ目のトピックは、はい、新作紹介です。新作紹介、早速。はい、はい、新作紹介、なんと今回初での情報もございます。はい、お、楽しみである。まず一つ目、はい、こちら。これは？はい、ザ・ベイル・オブ・エターニティというゲーム。なんかかっこいい名前だね。こちらはまだ発表していない情報なんですが、はい、スゴロクヤから日本語版を出す予定になっております。へえ、これどんなゲームなんですか？はい、こちら、韓国のメーカーマンドゥーゲームズから出版されているゲームで、はい、今年のエッセン、シピールで、はい、初日10時くらいに売り切れたというね、すごい、とっても大人気だったゲームなんですけれど、はい、どんなゲームかというと、カードゲームになっておりまして、はい、こんないろんなこう構造が書かれたモンスターみたいなのが描かれたカードがいっぱいあるんですけど、はいはい、それをこの中央から選抜して手元に集めて、それを売るとお金がもらえます。なるほど。で、そのお金を使って手元にあるクリーチャーをこう召喚して、本数をどんどん稼いでいこうというね、結構こうベーシックな感じのゲームなのかなと思いきや、うんうん、ポイントがこのお金。お金、はいはい。このお金、1円と3円と6円のお金があるんですけど、なんか中途半端だね。種類に関わらず手元に4つまでしか持ってません。5円玉ないの？ないです。なんで凝った？しかも両替もお釣りも出てこない。そのまあ限られたこう4つまでしか持てないっていう、このお金の所持制限、はい、これがすごくこう効いてきてるんですね。なるほど。ところで、かなり評価の高いゲーム、ザ・ベイル・オブ・エターニティなんですけれど、はい、こちら日本語版今作ることが決定しまして、はい、制作を開始しようとしているところですので、はい、来年、お届けできるかなと思います。はい、はい、続報をお楽しみにお待ちください。はい、初っ端から楽しみなゲームが出ました ね。はい、はい、そして、続いてこちらはもうすでに X なので表示させていただいておりますが、はい、来た来た、じゃーん、スカイチーム。スカイチームですね。はい、チューリングマシーンやエクリプトなどを、出しているメーカーであるスコーピオンマスク社の新しい2人用の協力ゲームでして、はい、これもアメリカで行われたジェンコンですとか、はい、ドイツの先日のシュピールなので大人気だったとなっております。なんか飛行機のね、操縦手。そうなんです。2人、機長と、はい、コーパイロット、はい、機長かな、うんうん、となって、サイコロを転がして、うんうん、そのサイコロをこうケーキの上にこう割り当てていきながら、ケーキっていうのはあの機械の上だ、はいはいはい、その上に割り当てていきながら、うんうん、羽の角度を調整したり、なるほど、ブレーキの強さをうまくコントロールしたりしながら、無事に着陸することを目指したい。なるほど、こんな感じですね、中身。そうですね、はい、結構これね、やりごたえもありますし、うん、面白いのが、いろんな空港に着陸できるのがあって、はいはい、空港によっていろんな条件が違うんですよね。はいはい、滑走路が長いとか、ああ、なるほど。そういうのをいろいろこう、毎回こう、出されるチャレンジングなね、空港への着陸っていうお題に、いかに挑んでいくかという。はい、これ日本の空港あるんですか？お、いいことを聞きますね。はい、なんと、あります。お、どっちどっち？羽田？違う、成田だったな。成田。空港あったかな？成田は少なくともあったはず。ので、そこらも楽しみにしていてください。はい。はい。スカイチームというゲームでした。はい。そして、続いて。はい。こちらも初出しの情報になります。はい。じゃーん。お、あ、知ってるぞ、このキャラクター。お、そう、見覚えのある絵柄。はい。この緑色なんですけど。緑色。はい。こちらは仮のタイトルなんですけど、ジグソーゲームドラゴンの卵というゲームです。ドラゴンの卵、はいはい。はい、あの大冒険に出かけようシリーズのドラゴンを探しにの世界観を引き継いだ新しいパズル型のゲームに、はい。ああ、なるほど。今回は本じゃないんだね。そうですね。これ箱になっていて、はい、中開けてみたい。わ、なんか、わ、こんな感じでジグソーパズルのピースがたくさん入ってるんですけど、はい、まずこれをこう組み上げて、はい、
ジグゾーパズルを完成させた上で、うんうん、主人公が描かれてるピースがあるので、はい、それをめくってこうお話を追っかけていくっていう。なるほどね。また新しい物語の楽しみ方が広がってるっていうことですね、はい、こちらの物語もその、はい、ドラゴンを探しにと同じようなねキャラクターが出てくる物語にはなってるんですが、はい、やることとか、うんうん、その出会うものとかはまた新しくなっているので、はい、あこのキャラクター本にもいたとかなりながら確かにまた新しい冒険が楽しめるようになっております。はい面白そう、はい、まだこれ今フランス語のものしかないんですが、はい、こちらも鋭意制作中です。はい、はい、そしてここからは、はい続報ですね。はいじゃーん。お、ダービーカジノ。はい、英語タイトルレディーセットベッド、日本語では、はいダービーカジノというタイトルで発売しようとしているゲームなんですけれど、はい、こんな感じでね箱のデザインができまして、はい、今もう工場での製造が始まっております。はい、はい、こちらはリアルタイムでこう競馬の賭けをしていくような、うんうんワイワイ盛り上がれる、大盛り上がりの競馬ゲームになっているんですけれど、はい、結構日本版を作るにあたって、うんうん、内容物のデザインとかかなり大幅に見直していて、より遊びやすいものをお届けできるのではないかなと思っています。なるほど、はい、こちら、発売は来年の4月以降になる予定なので、はいはい、また、時期見えてきましたらより詳しい情報をお伝えできればなと思います。はいお待ちください。はい、それからこちらもちょっと続報ですね。はい、じゃーん。あ、トラックスサイレンベイ、ね、はい、トラックスサイレンベイ、はい、こちらも、今、制作絶賛進行中のものでして、はい、これは、音声を聞きながら犯人を追跡していく、うんうん操作ゲームなんですけれど、はい、音声を聞くゲームなので、うんうん、もともとはフランス語のセリフとかが入ってるんですね、うん、なるほど。それをなんと声優さんにお願いして日本語版を作ろうとしております。すごい。なのでかなりストレスフリーに遊べるようになるんじゃないかなと思っております。はい、はいね、これちょっと中身見てみたい。じゃじゃーん。え、すごい。これ開けます。え、めちゃくちゃでかい。これは地図です。地図がすごい大きいよ。これはサイレンベイっていう街の地図なんですね。はい。で、こういろんなとこに防犯カメラがあったりとか、はい、あとそれぞれの場所にその音の出る施設があって、はいはい、空港、飛行機が離陸する音とか、あ、なるほど、工事現場とかもあったりするね。そうですね、工事現場とか、うん、教会とかね、いろんな音が出る施設が描かれた地図になっています、はい、これを見ながら音を聞いて、あ、今空港の後に教会を通って学校があって、あ、線路を渡ったみたいなをやっていく、はい、いろんな感じ。すごい。じゃあ本物の探偵みたいな感じだ。そうですね、なんならこう付箋とか貼ってね。わあ、それやる。いいね。すごい感じで遊ぶこともできます。へえ、面白そう。お楽しみにお待ちください、はい、地図がでかい。こちらもおそらく来年の、そうですね、4月以降かな、来年の春以降の発売になるかなと思います、はい、続報を楽しみにお待ちください、はい、そしてこちらも続報系ですね、はい、コスモポリート。コスモポリート、はいはい、こちらも今ね、大変長らくお待たせしているんですが、はい、制作が佳境に入ってきておりまして、ついに、はい、いよいよ、来年の春発売できるんじゃないかということになってきております。イエーイ、はい、待ってました。箱とかも全部日本版に作り変えて、はい、とても遊びやすい形でお届けできるかなと思いますので、はい、発売日などはまた追ってお届けします。はい、こちらもぜひお待ちください。まだまだあるんです。まだまだある。素晴らしいね。まだまだあるんです、はい、続きまして、はい、おじゃん、これはラブホマネージャーって書いてますけど、はい、こちらX でもすでに告知済みのものなんですけれど、はい、日本文化を偏愛するドイツのメーカー、はい、ヘルドベルグス社の謎の日本イメージを反映したタイトルの新作を、はいはい、日本語説明書をつけて発売しようとしております、はい、この間だと、指爪とか、ね、ダンダンダンとかね。そうですね、はい、でこれダンダンダンと指爪もちょっとこうヤクザをイメージしたちょっと怖いね、はい、テーマでもあるし、ちょっとね大人向けの要素が入っているので、はい、成人指定シリーズとして販売していたんですが、はいはい、こちらもね見れば分かる通り名前がね、はい、ご覧の通り、はい、成人指定シリーズの第3作目です、はい、しかも
ちょっとだんだんだんと指爪よりレベルが上の成人指定になっていると言いますか。なるほど。よりこう気をつけて取り扱いたい商品になっているので、はい、X でもすでにお伝えしているんですけれども、はい、店頭に並べずに販売しようとしております。ほうほうほう。店頭に並べてしまうとお子さんの目にも触れてしまうことが予想されますので、はい、お店では紹介記事をこう見せていただいて闇取引のように紹介記事をお店の人に見せるとお店の人がなるほどって言って裏から持ってくるんですね。いや面白い。販売するような、ね、形を想定しています、はい、ちょっと中身もね今この放送でお見せするのは控えていると思うんですが結構こうタイトル通りな感じの中身になっておりますので、はいはいはい、もし興味のある方はチェックしてみてください、はい、こちらは、ドイツをもう商品が出てるそうなので日本に届き次第の発売になるかなと思います、はい、年内には発売できるんじゃないかなと。じゃあもうすぐだ。はい、思っておりますので、はい、また続報はお楽しみに。お楽しみに。そしてもう一つ、はい、日本どんどん出てくる書をつけて発売するもの、はい、こちらですね。これもお見せしたことなかったと思います。ローディング。ローディング、なんか細長いゲームだね。そうですね、不思議な形のゲーム、はい、でゲーム内容もちょっと不思議なんですけど、はい、モンスターカフェのメーカーであるランバージャックスタジオさんの、はい、ゲームになっていて、みんなこう山札を持っていて、はい、その山札からこうカードをゲッチしてこう自分の手元に小順に並べていきたいんです。小順、大きい順にしていくんだね。でも、はい、この山札、うん、みんなの中で交換し合います。いい、自分の手元にたくさんカードを集めていきたいっていうゲームなんです、ね、なるほど。ってことはやっていくと忙しい中なんだけど、そう、ここには小順じゃないと出せないから、うんうんうん、あんまり考えなしにもらいすぎちゃう。そうだよね。また来た時に、あ、何にももらえないみたいなことになってしまうので、考えながらもフルスピードで動きたいっていう。なるほどね。あの人にこれは渡したくないからなんかもあったりするんだ。そうそう、うわ、これ難しいね。とっても変わった遊び心地のゲームなので、はい、ぜひ一度試していただきたいものになるかなと。はい、ちょっとこれ、ちょっと中身見ていいですか？パカッと。カードで、ね。はい、あ、カード、あれこの1枚だけなんか、皆さん分かりますこれ。ミラー加工みたいな。ミラー加工すごい。これ他のはそういうもん、これ特定高いやつなんですね。あ、50なんか52って書いてる。このカードだけキラキラしてるんだ。キラキラしてる。これ欲しいでしょう。はい、ぜひこちら、はい、これも年内発売を目指して今進んでおりますので、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、一度は遊んでみていただきたい。はい、になります。お願いします。もう2つ、もう2つ、はい、どんどん出てきますね。ありまして、はい、こちらはじゃん、お、ハマーの仏国シリーズです。はい、お、ハマー、はい、2つあります、うんうん、こっちがサイトシーリングで、はい、こちらがワイルドバイキングというゲームなんですが、はい、ワイルドバイキング、これ見ていただくと分かる通り日本語版の箱になっております。本当だ、やったー、はい、ということでこちらも製造が進んでおりまして、うん、おそらく年内に発売できるんじゃないかなという感じです、はい、これは子供も遊べるし大人も真剣に楽しめる名作の競りのようなゲームですね、うん、なるほど。海賊船がこう巡ってくる中で、はい、宝物をいっぱい集めるにはどうやってカードをマネジメントしていけばいいのか、面白そう。でもとても簡単ですし、はい、盛り上がるゲームがワイルドバイキング、はい、でもう一つがこちらサイトシーイング。サイトシーイング、こちらはまだ制作中なので、はい、日本語版の箱ではないんですけれど、ヨーロッパの地図上で、うんうん、いろんなこう観光地を、はい、みんなで一つのバスを動かしながら巡っていく、うんうんうん、で自分の行きたいところにたどり着いたら得点がもらえるっていうのを繰り返すんですが、みんなで一個動かしていくから、はい、自分の行きたいところに行ってくれるとは限らない、あ、自分の行きたいところがこう、ね、別のルートから行かれちゃったりもするんだっていう感じ、ゲームになっていて、はい、これ日本語版を作るにあたって、はい、これモックであんまり観光地カード、この目的地のカードなんですが、はい、目的地が今までこう絵だけだったんですよ。この丸いね、はい、なんだか分かんなかったですよ、それ。なるほど。もちろんヨーロッパの方だったりすれば、あ、これはあそこだな、そうそうそう、うちの近所のあそこだなってなるわけですねとかね、ビッグベンだなとか分かるかなという感じなんですけど、はい、なかなかちょっとこう分かりづらいものもあったので、はい、国の名前とそのランドマーク、観光名所が何なのかっていうことが分かる簡単な説明を日本語版にはつけようとしております。はい、ありがたい。のでよりねこう会話も盛り上がりますし、はい、そんな場所があるんだみたいな感じで、確かにここ行ったことあるよとかね、はい、いろいろこう知識も深まるような感じになっております、はい、こちらサイトシーイングは、おそらく来年の発売になるかと思っております、はい、ここまで盛りだくさんだったんですが、新作情報となります、はい、はい、また、いろいろ発売時期など
近づいてきたらそれぞれ続報を出していきますので、ぜひ、チェックしてみてください、はい、また、いくつかのタイトルにつきましてはフォローアップ通知という、新しい情報が出た時に、通知を受け取れるサービスもご用意しておりますので、はい、そちらも合わせてご活用ください、はい、ということで、2つ目のトピック、2つエッセンシピールの様子楽しかったね、はい、私たちこの、まあ、2名とあともう1人で、はい、ドイツで開催された世界最大のゲームの見本市である、うんうん、シピール23というものにね、はい、向かったんですが、10月の5、6、7、8の4日間そうですね、はい、行きまして、はい、どうでした？すごい良かった。今回が僕も初めてじゃなくて、プライベートで今まで2回行ってたんですけれども、まあ、ちょっとコロナ明けでね、久々にこう行ったらやっぱり良かったな、エッセンって思いましたね。今年はまたね、私去年も行かせていただいたんですけど、うん、今年はもうまたなんというかもう戻ってきてるなっていう感じでしたね。あ、それはお客さんだったり、はい、熱気だったり、はい、去年はまだちょっとこう、まあ、私がそうだったからかもしれない、うんうん、ちょっと恐る恐るね、はい、久々に海外だし、確かにね、マスクもしてるし、はい、恐る恐るな感じだったんですけれど、はい、今年はなんかもう少しこうみんなで CU を楽しんだりっていう、うんうん、明るい雰囲気がより戻ってきたかな、はい、で我々もねたくさんこう商談、今までのお取引のあるところもそうですし、新しいお取引先さんとかとも、そうですね、普段会えない方と実際に会って商談をしてまいりました、はい、でこの中でこんなものを配りしてまして、これは巻物ですね。本邦初公開、謎の巻物なんですけど、スゴロクやシークレットスクロールって書いてます。秘密の巻物って書いてますね、スゴロクやの。はい、はい、これ実際にここに紐があってグーってやると開くんですが、はい、ずらららららららっと、うわ、すごい、これは何が、はい、という感じで、これ何かっていうと、はい、スゴロク屋で、新しく、始めようとしている、はい、日本のとっても面白いゲームを海外に紹介していこうという、はい、プロジェクトの紹介が中にずらずらっと書いております、はい、その名も、はい、じゃん、豆わさびはい、この豆わさびというね、はい、新しい、まあ、レーベルのようなものを立ち上げまして、はい、うん、日本の、ゲームマーケットなどで発売されているとてもこう面白い、はい、もっとこういろんな人に遊んでほしいなというような、はい、よくできたゲームを、世界に向けてすごろく屋がこう、うん、お力添えをしながら、はい、届けていこうというプロジェクトで、はい、なんとすでに発売が決まっているラインナップとして、はい、ピーズ、はい、これは今野さんという方が作られたピーズという、はい、2人専用のトリックテイキングゲーム、はい、それからこちら、はい、こちらはシリアリアン、はい、フガメさんという方が作られた、こちらは、はい、3、4人で遊べる結構複雑な感じのトリックテイキングゲームとなっております、はいはい、それから、ちょっとここにはないんですけれど、はい、大人が楽しいトランプゲーム30選に掲載されている、はい、リカチさんという方が作られた、はい、ピーターパイパー、ピーターパイパー、はい、はい、これは4人専用のトランプでも遊べるカードゲームで、とてもね、変わった仕組みのトリックテイキングとかではないんですけど、はい、見たことないような新しい感じのカードゲーム、うんうん、はい、とそれからデーデン、これは神山さん、ドサンコゲームズという、サークルさんの、はい、イナゴナムというゲームですね。17576でイナゴナムって読むんだ、はいはい、こちらはこうアルファベット3文字で作られた言葉が何を表してるかっていうのを予想するような、はい、言葉を使うゲームになっております、はい、これらを、海外向けにこんな面白いゲームがあるんだぞっていうのをお届けしようかなと思っております、はいはい、これら今すでにスゴロク屋でもこのオリジナルバージョン取り扱いがありますし、今後その海外版としてものは作るんですが、日本語の説明書ももちろん入れますし、はい、日本のこうスゴロク屋のお店とかでも取り扱う予定なので、はい、この豆わさびよかったらチェックしてみてください。お願いします。ということで、はい、日本にも世界にもどんどんこう面白いものを広めていきたいなと思っている。いいですね、ワクワクが止まらないですね、はい、続いてのトピック、イベント紹介、はい、イベントといえば、はい、まず、はい、クリスマス、あ、クリスマス、確かにそうですね、クリスマス、はい、今もうね、11月の17日に公開されてます、はい、もう年末年始近づいてまいりました、はい、今年のスゴロク屋ではじゃーん、じゃじゃん、プレイ&プレゼント、はい、というキャッチコピーを掲げて、はい、プレイ
はい、久しぶりに会うご親戚の方とかお友達と遊ぶのにぴったりなゲームとか、はい、あとはプレゼント、クリスマスプレゼントもそうですし、はい、お年玉代わりに、あ、確かにね、素敵ですよね、はい、贈り物としてぴったりな、はい、ボードゲームをまとめたカタログ、チラシなどをご用意しております、はい、結構こう写真とかもこだわって素敵なね、遊んでる様子がイメージしやすい素敵なカタログが仕上がりました、はい、こちらすごろく屋の、神保町吉祥寺店と、はい、あと通販などでこのカタログお配りしておりますし、はい、あとチラシなどもねご用意しておりますので、はい、年末年始のゲーム選びの参考になればいいなと思います。はい、ぜひこちらね、はい、お店の方もしくは通販でゲットしてください。はい、はい、また、例年と同じく、はい、プレゼント用のラッピングサービスも、はい、今年も無料で行っております。はい、また、年末年始、はい、カレンダーの配布ですね。カレンダーね、はい、いつも楽しみにしてます。すごろく屋の遊べるオリジナルの遊べるカレンダー、遊べるカレンダー2024年版を、配布を11月の1日から開始しております、はい、こちら今年も絵の中に文字が隠れていて探して遊べるようなものになっているので、はい、こちらもぜひゲットしてみてください、はい、また、ね、今年の年末年始すごろく屋盛りだくさんでして、はい、なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、はい、あのなんじゃもんじゃ、大人気カードゲームなんじゃもんじゃに、うん、クリスマス特製の透明なスリーブをつけた、はい、クリスマスバージョンに見える製品を今お店で販売して、ちょうどここぐらいに多分今映ってるんですかね。そうですね、これです、はい、これあの透明なスリーブがこう商品にこうかぶさっていて、はい、なんじゃもんじゃくんたちにこうサンタ帽をかぶって、かわいい、すごいかわいい、お買い物にもぴったりなものなんですけど、はいはい、中身はあのなんじゃもんじゃ緑白と同じものなんですが、なるほどなるほど、はい、かわいいバージョンをクリスマス限定で、はい、すごろく屋のお店と、あとすごろく屋商品を取り扱いしてくださってる一部の、うんうん、全国のお店ですね、はい、置いておりますので、はい、こちらも見かけたら、はい、ぜひお買い求めください。お願いします。それから、普段、すごろく屋は、年末1月3日まで、そうだね、1月3日まで休みだもんね、してるんですけど、うんうん、はい、今年は吉祥寺店限定で、はい、2日と3日年始の初売りを行おうとしております。初売り、いろいろこう今詳細集めているところで、はい、いろいろこの初売りっぽい企画も進行中らしいので、福袋とかですか、はどうなんでしょう。こちらは、はい、続報、はい、楽しみにお待ちください、はい、お待ちください。こちら年末年始、すごく年末年始の情報でした、はい、でそれから、はい、12月といえばね、12月といえばもう一つ我々忘れてはいけないイベントがあります、はい、ゲームマーケット、ゲームマーケット2023秋、はい、これ今年12月の9日と10日、はい、土曜日日曜日に、東京ビッグサイトで開催される、はい、ボードゲームのお店や自分たちでボードゲームを作られている方がいろいろこう持ち寄る大きなイベントなんですけど、今年もすごろくや大きなエリアブースというね、大きなブースを出して新しい商品をご紹介したいなと思っております、はい、そこで紹介するのがこちら、じゃん、キュイズの王様、イエー、キュイズの王様、キュイズの王様ですね、はい、というゲームです、はい、こちらはあのクイズゲーム、クイズゲーム、はい、でしてクイズボードゲームでして、はい、こう問題が9つの文章ができてくるんですけど、ほうほう、そのうち1個だけ正解があります。1個だけ正解、はい、それを当ててはいけないっていう、正解を当ててはいけないっていうクイズゲームなんです、はい、ほう、まあ、とっても面白くて気軽に楽しめるおすすめゲームを、うんうん、ゲームマーケットで大きな展示で体験できるようなものを用意しようと思っております、はい、こちら実際ゲームマーケットの会場でも販売させていただきますし、はい、このゲーム、今日11月17日にこの動画公開されてるんですけど、はい、公式予約も実施しておりますので、そうですね、はい、はい、合わせてチェックしてみてください、はい、でゲームマーケットでなんですけれど、うんうん、このキュイズの王様の発売を記念して、記念して出た、でかいキュイズの王様特製巨大バッグを、会員登録はい、をしていただいた上、すごろく屋の会員サービスに登録をしていただいた上で、はい、キュイズの王様をお買い求めいただくか、はい、もしくはキュイズの王様のフォローアップ通知にご登録いただいた方にプレゼントしようと思っております、はい、これかなり大きいよね。そうですね、もう大箱は何個も入るのサイズで、戦利品を持ち歩くのに確かにバッグになっておりますので、ゲームマーケット結構ねたくさんいろんなものを買うかと思いますので、はい、ぜひこちらのバッグを使ってください、使ってください、はい、もらい方とかは概要欄にも書いておきますので、そちらもチェックしてみてください、はい、
ということで、はい、盛りだくさんだったのですが、盛りだくさんです。最後まだある、もう一個だけ、はい、なんだ先ほど話題に出たすごろく屋の会員登録、はい、ね、すごろく屋では少し前から会員サービスというものを新しく始めておりまして、はい、こちら申し込んでいただくと、さっきからちょっとずつ話が出てるこのフォローアップ通知というね、はい、便利なサービスが使えたり、はい、いろいろこう通販で注文するときに住所がそのまま保存されたりとか、あ、便利、とてもこう、はい、便利な機能いろいろあるんですけど、はい、新しく再入荷通知というものが実装されます。再入荷通知、はい、されますというか、はい、されました。お、はい、この再入荷通知というのは、はい、品切れになってしまった商品、うんうんうん、通信販売で品切れになってしまった商品に対して、はい、ポチッと押すことで、はい、通知を登録することができて、うんうん、その商品がまた再入荷した時、通販に在庫が入った時に、はい、メールが来る、お知らせしてもらえるっていう、入ったよって、そうなんです、なるほど、になっております。結構人気の商品とかだと、うん、もう入ってすぐに在庫がなくなっちゃったとか、ね、そうだね、次いつ入荷しますかっていうお問い合わせがあったりするんですけど、確かに それを自動でお届けするっていう、すごい。じゃあもう欲しかったあの商品はぜひこの再入荷通知をカチッとね、ちょっと押しといてやっていただくと、もう買い逃しがないと。そうです、素晴らしい。こちら会員限定のサービスになっているんですけれども、はい、会員登録無料でできますので、はいはい、こちらぜひご活用いただければと思います。はい、はい、これからもすごろく屋の会員サービスではいろいろな便利な機能、楽しい機能を、皆さんにお届けしていければなと思いますので、はい、チェックしててください、はい、というところで本当に盛りだくさん、はい、めちゃくちゃ盛りだくさんでしたね、はい、そのところで今回お伝えする内容は以上となります。はい、今回もかなりボリューミーなお届けになりましたね、うん、そうですね、これからの11月12月もいろいろありますし、来年ももっといろいろあるすごろく屋、はい、ぜひこれからもごひいきにお願いしますよろしくお願いしますということで、この感じで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。